違う人生。ヒロは毎日夢を見ます。夢の中でヒロは違う人生を生きます。昨日の夜、ヒロは面白い夢を見ました。夢の中でヒロには息子がいました。そして息子と一緒に古い列車に乗っていました。列車の窓から美しい山や湖が見えました。しかし突然地震が起きました。 地震は、とてつもなく大きくて、列車が激しく揺れました。そして、列車は線路を外れて、山にぶつかりました。夢の中でヒロは気を失いました。そして、目が覚めると息子がいませんでした。ヒロは、一生懸命息子を探しました。電車の中も山の中も探しました。でも、息子は見つかりませんでした。そして、夢の中で五年が経ちました。 朝、目が覚めて、ヒロは夢について考えました。変な夢。そして、布団から出て、仕事に行きました。ヒロは、毎朝仕事に行って、夕方に帰ってきて、晩ご飯を食べて、ビデオゲームをして、少し本を読んでから寝ます。ヒロは、毎日夢を見ます。夢の中では、いつも、問題ばかり起きます。でも、ヒロは、 毎日夢を見るのが楽しみです。今夜はどんな夢を見るのかなと考えて今日も寝ます。ヒロは夢の中で違う人生を生きます。